今採血ですね。ベッドなんか12台って聞いたんですが、でこれが全血のあれですね、機器ですよね。全血は1台ですか。全部で12台って聞いてますね。はい、ベッドも12台です。でもこれ番号が振ってないのは珍しいですね。番号振ってないんですかね。あ、これ全血ですね。これはね、これ全血ですね。はい、ははこれがトニマですね。はい、おなじみのトニマ。こちらが CCS。 そうです。もうこの2種類しかないですね、成分はね。そうですよね。アミカさんもね、あの日本にないしね、なんかそんなこと聞きましたね。さて、こう12台。今時刻は6時過ぎですね。6時10分。はい、だね。あと他に何か福島県にあのできるっていう予定はないですかね、他に。今のところは。あ、そうですか。はい、福島の駅前なんてないんですよね。ないですね。あそこにあったらいいんじゃないですか、福島駅前献血ルームなんてね。そうですね。はい、でもあの、なかなか場所が確保できないって聞きましたけど。それありますよね。はい、大丈夫か。ちらっと映ったけど大丈夫でしょう。はい、こちらが事前検査。今日もやっぱり何人かは落ちました。あなた献血できませんっていうふうに。そうですね、何名かいらっしゃったんですね。やっぱりね、必ずそうですね。1割はダメだって聞きましたけど、100人いれば10人は。そこまではいかないと思います。そこまでいかない、はい。あ、そうですか。今日は行ってないと思います。でも何人かはやっぱり、はい、だいたい血の濃さですかね、落ちるのは。女性の方だとそうですね、やっぱり死というか、死中というかヘモグロビンですよね。はい、そうです。あれ成分検査は12以上ないとダメなんですね、はい、確か。そうですね。じゃあこんな感じで、もうだいたいこれ広さがそんなに極端に狭くもないけど、そんなに広くもないと。直近で、ね、献血したのは溝の口ですか、はい、神奈川の、はい、あそこよりは断然広いです。 あそこは狭かったというか、こじんまりとしてましたね。待合室も採血室も、はい、でもあそこも最近あのリニューアルしたんですよね、溝の口もね、はい、だからリニューアルしたっていうんで、行ってみたんですけどね。この広さはどこだ、どうだろうな。前橋献血ルーム、はい、この採血室はそうですか、の同じぐらいかな。はい、はいはい、そんなこんなで、そんな感じで、もう大体これで、はい、広さ分かったと思いますんで、この辺で、はい、じゃあ止めます。あ、どうもありがとうございました。はい。